さあ、12頭のゲートインが完了しました。体制完了。CBC 賞1200メートル、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。12番サンライズオネストが先頭に立ちました。ヤスパークローネが追いかけます。内から1頭、5番テイエムスパーダ、6番スマートクラーニュ、3番手を伺おうというところ。外を通りまして、8番マッドクール、吉野イースター、その後ろでやりましょうか。4番サンキューユーガ、11番エビナシオン、それから7番アビエルト。大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場。先頭行く、オレンジの帽子はジャスパークローネ、マッドクール懸命に追う。先頭ダンノとジャスパークローネ、2番手に外からはマッドクール、先頭坂井とマッドクール、ティラベスーラも差を詰めてきている。ティラベスーラが差を詰めてきた。このまま粘れるか、マッドクール内か中か外か、ゴール前大混戦になった。これは際どい。2着、3番、3着、8番以上のように確定しました。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。花を切ったのはテイエムスパーダ、その外にサンライズオネスト、ヤスパークローネがかわしていきました。そしてその後ろから8番マッドクール、それから6番スマートクラージュ、そして6番手に吉野イースターでやります。その外サンキューユーガ、ディビナシオン、7番アビエルト、トラベスーラ、エイシングスポッター、それからもう1頭大西アベニール。さあ一塊になりまして、第4コーナーをカーブ。先頭行く、オレンジの帽子はジャスパークローネ、先頭ダンノとジャスパークローネ、エイシングスポッターも追い込んできた。エイシングスポッターも追い込んできた。先頭坂井とマッドクール、3番手にサンキューユーガ、サンキューユーガが3番手、頑張る頑張る。坂井とマッドクール、マッドクール1着、1番人気に見事応えました。勢いがありますね。1着8番、2着、6番、3着、4番以上のように確定しました。スタートを切りました。12頭、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ってヤスパークローネ、マッドクール、5番テイエムスパーダ、いい感じで上がっていくサンライズオネスト、そしてその後ろからスマートクラージュ、4番プロイバ対サンキューユーガであります。内を通りまして、1番吉野イースター、それから11番ディビナシオン、7番アビエルト、ほとんど馬体が合っています。その外トラベスーラ。大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場。オレンジの帽子ジャスパークローネが先頭、ムチが飛んだ。松山とサンキューユーが、さあ先頭はジャスパークローネが一馬身リード。エイシンスポッターも差を詰めてきている。このまま粘れるか、ジャスパークローネ外、マッドクールが来ている。マッドクールが捉えるか、ジャスパークローネかマッドクールか、首の上げ下げ。さあこの一着は際どいぞ。当然の結果ですね。1着8番、2着当番、3着4番以上のように確定しました。熱く熱く込み上げ